ジェームズ・クラークは19世紀アメリカ合衆国の政治家であり、第13代ケンタッキー州知事及び同州選出アメリカ合衆国会議員を務めた。その政歴は1807年にケンタッキー州会議員に選ばれた時に始まった。1810年にはケンタッキー州構想裁判所判事に指名され、2年後に辞任してアメリカ合衆国会議員を目指した。 会員議員を2期務め、1816年に辞任した。クラークは1817年に、バーボン軍とクラーク軍を合わせた、巡回裁判所の判事に指名された。クラークの実績を決める出来事が、その在任中に集中した。1822年、ウィリアムズ対ブレア事件の判決で、債務者救済法を撤回させた。これは契約の義務遂行を妨げるという根拠に、 基づいていた。この判断は衆議会で不評であり、議会はそれを非難し、クラークに議会に出席して、自己弁護するよう求めた。議会でクラークを解任しようという動きは、それに必要な3分の2多数を得られず失敗した。翌年、ケンタッキー州高所裁判所がクラークの判断を指示した。衆議会は、その報復のために高所裁判所を廃止し、 自分たちの見解に近い裁判所を創設した。この出来事とその後の結果は、旧裁判所、新裁判所論争と呼ばれた。1825年、ヘンリー・クレイがアメリカ合衆国国務長官に昇進したことに伴い、それまで務めていたアメリカ合衆国会議員の席を埋めるために、クラークが選ばれた。クラークはこの議席を1831年まで、 勤めたが、その年は再選を求めなかった。ケンタッキー州では、ホイック党の結成のために働き、それに報いる形で1836年の州知事選挙では、党公認候補に選ばれた。クラークは、州知事に当選し、議会に対してある考領を提示したが、その一部しか実行できなかった。クラークの知事として、最も重要な功績は、 教育委員会の設立を確実にしたことと、州内全軍で公立学校を作らせたことだった。クラークは在任中の1839年に死亡した。その住みかであるホリールードは1974年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。ジェームズ・クラークは1779年1月16日にバージニア州ベッドフォード郡のピークス・オブ・ウォッター近くで、 生まれた。父はロバート・クラーク、母はスザンナだった。1794年、クラーク家はケンタッキー州クラーク軍に移転した。そこでジェイムズはジェームズ・ブライス博士に教育され、またウッドフォード軍のピスガーアカデミーに入学した。その後、兄のクリストファーと共にバージニア州に行き、法律を学んだ。1797年には、 法廷弁護士として認められた。短期間インディアナ州ヴィンセンズやミズーリ州、セントルイスに旅して、法律事務所を開く場所を探したが、自分にあった場所が見つけられず、ケンタッキーに戻って、ビィンチェスターで、法律実務を始めた。1809年7月2日、クラークはスーザン・フォーサイスと結婚し、夫妻には4人の子供が生まれた。スーザンは1825年に死んだ。 1829年3月3日、クラークはワシントン DC でマーガレット・バックナーソントンという未亡人と再婚した。しかしマーガレットはクラークが知事に当選した数日後の1836年8月15日に死亡した。クラークは1807年と1808年の2期続けてケンタッキー州会員議員に選ばれた。1810年3月29日、 ケンタッキー州構想裁判所判事に指名され、1812年に辞任するまで務めた。この年に民主共和党員としてアメリカ合衆国会議員に選出された。1816年4月16日に休暇を取り、1816年8月には巡回裁判所の判事の指名を受け入れるために会議員を辞職した。1817年から1824年、 クラークは、クラーク軍とバーボン軍の巡回裁判所判事を務めた。1822年、ウィリアムズ対ブレア事件で、債務者に支払い猶予期間を課すことで破産を免れさせる方を、クラークは違憲と判断した。アメリカ合衆国憲法の契約条項に照らして、契約の義務を損なう方は違憲であると主張した。この裁定は、最近のダートマス大学隊、 ウッドワード事件に対する最高裁判所判決でも守られている。クラークの裁定に対しては、ケンタッキー州議会が非難決議を出してきた。クラークは議会に召喚されたが、その告発に対しては文書で回答する方法を選んだ。議会は怒って、クラークを判事職から外そうとしたが、その評決は、 賛成59票対反対35票であり、必要な3分の2多数には届かなかった。1823年10月、クラークの判断は、ケンタッキー州控訴裁判所によって支持された。この判断により旧裁判所、新裁判所論争が始まることとなり、議会は控訴裁判所を廃止して、より議会に同調的な裁判所でその代わりをさせようと、した。 1825年、ヘンリー・クレイがアメリカ合衆国国務長官に昇進したことに伴い、それまでクレイが務めていたアメリカ合衆国会員議員の席を埋めるために、クラークが選ばれた。クラークは会員議員を2期務めることになり、領土問題委員会では委員長を務めた。1831年には会議員への再指名を断った。その後は、 ケンタッキー州上院議員に選ばれ、1832年から1835年まで、務めた。上院では、内国改良委員会の委員を務めた。1834年に、ジョン・ブレシット州知事が死亡したことに伴い、副知事のジェームズ・ティーモアヘッドが、知事に承認した。その後は副知事の椅子が空席となり、衆議会上院議長がいない状態だった。 1835年、クラークが上院議長代行となり、モアヘッドの穴を埋めた。クラークの邸宅、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定、クラークはケンタッキー州における保育党の結成のために働き、それに報いる形で1836年の州知事選挙では、党公認候補に選ばれた。クラークは、 民主党のマシュフルアノイを38,587票対34,91票で破って州知事に当選した。議会に対する最初の演説では公共教育体系の確立、週刊左官の権限強化、犯罪増加との闘争など対しある改革計画を説明した。銀行はその責任を持つべきだと考えており、州認定銀行は 賞金打艦を中止すべきではないと主張した。また奴隷所有者の権利を強く信じており、逃亡奴隷の返還については、オハイオ州、インディアナ州、イリノイ州との協力を促した。議会は、クラークの主張のいくつかには、注意を払った。州監査官には、第二監査官を追加し、州の減災基金発注には、大きな裁量権を与えた。 州の教育委員会と教育監督官職を創設した。またすべての軍に軍教育委員も創設した。奴隷資産に関するクラークのコメントに関して議会は逃亡奴隷を逮捕した者への褒美を与える法を作り、駅馬車所有者がその馬車を使って奴隷を逃がすことを違法とした。しかし、クラークが要請した州内で奴隷制度廃止運動家の宣伝文の出版と、 普及を制限するのは拒否した。さらに他の分野でも、クラークの推薦の大半を無視した。クラークは、衆斎の販売によって、州内内国改良の資金を手当てした。クラークは、知事在任中の1839年8月27日に、死んだ。ウィンチェスターにあった自家に近い民間墓地に埋葬された。その家は1974年6月13日に、 アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。ありがとうございます。